ジャスキサバリーレアのおいちゃんです。今日はですね、歴史的録音を収録したレコードを届けします。今日はですね、こちらですね、編集版ではあるんですけれども、1938年と39年カーネギーホールで録音された、ライブイベントがあったんですね。ジョン・ハモンドプロデューサーですね、彼が主催したんですね。それでアルバムタイトルとしては From Spiritual to Swing というタイトルなんですけども、非常に有名なレコードです。その20年後ぐらいの1959年ぐらいにですね、リリースされたんですけども、いろんなですね、ビッグバンドの人とかですね、あとブギウギピアノ、あと、そうですね、ボーカルのグループとかですね、いろんな人をですね、出演させてやったレコードなんですね。はい、こういった感じなんですけども、ヴァンガードというアメリカのレコード会社から出ておるんですけども、お名盤ですね、これはもう本当に感動します。その中からですね、2枚組なんですが、アイダ・コックスという女性ボーカル、ブルースシンガーなんですけど、1920年代、30年代に活躍した人ですかね。もう19世紀ですよ、生まれておるのは。ですので、その、細かいその彼女のこの人生というのはなかなかつかみにくいところはあるんですけれども、1930年代、それからこれ1938、39年、その時にアイダ・コックスさんのバンドということで、出演してるんですね。彼女はいろんな人とも共演してます。もうルイ・アームストロングともやってますし、キート・オーリーとかですね、いろんな人とかやっておられます。それでその中からですね、彼女がゲスト出演で1曲歌ってるんですね。フォーデイ・クリープという曲なんですけれども、彼女が作ったこれがまたかっこいいんですね。なんとですね、この曲をですね、ロックグループのですね、ハンブルパイがですね、1971年ですかね、フィルモアでのライブ、ロッキン・ザ・フィルモアっていうレコードですかね、その1曲目に、このフォーデイ・クリープをどこから流していたんですかね、誰が聴いたんですかね。このアイダ・コックスのフォーデイ・クリープをですね、やってるんですね。もうそれぐらい、もうかっこいい曲なんですね。迫力あるし。で、おそらく初演はですね、1926年に、音源があります。パラマウントレコードとか OK レコードとか、いろんな、当時は SP 版なので、で、聴くことができます。今日はこのカーネギーホールでのライブイベントでの聴衆がいる前での演奏になります。では、フォーデイ・クリープ、今からお届けします。お待ちください。